を伴わない教訓には意義がない。あれ、あら、アルフォンサー、くそ、こんなことがあってたまるか。こんなアズジア持っていかれた。人は何かの犠牲なしに何も得ることなどできないのだから。この地上に生ける神の子らよ、祈り信じよ、されば救われん。私は太陽神の代理人にして。ラジオで宗教放送なんだこりゃ。いや俺にとっちゃあんたらの方がなんだこりゃなんだが、あんたら大道芸人かなんかかい？あのなあおっちゃん、俺たちのどこが大道芸人に見えるってんだよ。いやどう見てもそうとしか、ここらじゃ見ない顔だな。旅行？うん、ちょっと探し物をね。ああそういうことかい。ごちそうさん。じゃあ行くか。ちょっと困るなお客さん、だいたいそんな格好で歩いてるから。悪い悪い、すぐ直すから。直すからって。まあ見てなって。そんじゃ行きます。これでいいかな。こりゃ驚いた。あんた奇跡の技が使えるのかい？なんだそれ。僕たち錬金術師ですよ。エルリック兄弟っていや結構名が通ってるんだけどね。おお、聞いたことあるぞ。鋼の錬金術師エドワード・エルリック。いや、あんたが噂の天才錬金術師。なるほど、こんな鎧を着てるから二つ名が鋼なのか。僕じゃなくて。え、うちの近いの？誰が豆粒どじりか。僕は弟のアルフォンス・エルリックです。俺が鋼の錬金術師エドワード・エルリック。あ、こんにちはおじさん。あら今日はなんだか賑やかね。お、いらっしゃいロゼ。今日も教会に？ええ、お供え物。見慣れない方が。錬金術師さんだとよ。探し物してるそうだ。探し物見つかるといいですね。レト神のご加護がありますように。ロゼもすっかり明るくなったな。ああ、これも教主様のおかげだ。へえ。あの子ね、身寄りもない独り者の上に去年恋人まで事故で亡くしちまってさ。あん時の落ち込みようと言ったらかわいそうで見てられなかったよ。そこを救ったのが創造主たる太陽神レトの代理人コーネロ教主の教えだ。生きる者には不滅の魂を、死せる者には復活を与えてくださる。この証拠が奇跡の技さ。お兄さんも一回見に行くといいよ。死せる者に復活を、ね、不散くせえな。兄さんどうする？一度見に行ってみるか、その奇跡の技。
どうもこうも、あの変性反応は錬金術でしょ。それにしては法則が。お二人とも来てらしたのですね。あんたはさっきの。どうです、まさに奇跡の力でしょう。コーネロ様は太陽神の巫女です。いや、あれはどう見ても錬金術だよ。コーネロってのはペテン野郎だ。でも法則無視してんだよね。法則？一般人が見たら錬金術ってのは無制限に何でも出せる便利な術だと思われてるけどね、実際にはきちんと法則があって、質量が1のものからは同じく1のものしか、水の性質のものからは同じく水の性質のものしか錬成できないんだ。つまり錬金術の基本は透過効果。何かを得ようとするならそれと同等の代価が必要ってことだ。その法則を無視してあのおっさんは錬成しちまってんだ。だからいい加減奇跡の技を信じたらどうですか、お二人とも。兄さん、ひょっとして。ああ、ひょっとするとビンゴだぜ。お姉さん、僕この宗教に興味持っちゃったな。まあ、やっと信じてくれたのですね。どうぞこちらへ。教主様は忙しい身でなかなか時間が取れないのですが、あなた方は運がいい。悪いね、なるべく長話しないようにするからさ。ええ、すぐ終わらせてしまいましょう。このように。これは教主様の命だ。教主様のお言葉は我らが神のお言葉。これは神の意志だ。ひどい神もいたもんだ。まったくもう。兄さん、ここは僕に任せて。行くよ。はい。弟撃たれて黙ってられっか。して犯してはならない神の聖域とやらに踏み込んだ罪とかいうやつ。僕も兄さんもね。エドワードも。ま、その話は置いといて、神様の正体見たりだな。そんな、何かの間違いよ。なあ、もうこの姉ちゃんはここまでされてまだペテン教師を信じるかね。ロゼ、真実を見る勇気はあるかい。神聖なる教会へようこそ。教義を受けに来たのかね。ああ、ぜひとも教えてほしいもんだ。
せこい錬金術で信者を騙す方法とかね。さて、何のことやら。私の奇跡の技を錬金術と一緒にされては困るね。賢者の石使ってんだろ。例えばその指輪がそうだったりして。さすがは国家錬金術師、すべてお見通しというわけか。ご名答。伝説の中だけの代物とさえ呼ばれる幻の術法増幅器、わずかな代価で莫大な錬成を行える。探したぜ。なんだその物欲しそうな目は。この石を使って何を望む。金か名誉か。あんたこそペテンで教祖に収まって何を望む。金ならその石を使えばいくらでも手に入るだろう。金ではないのだよ。むしろ私のためなら喜んで命も捨てようという従順な信者こそが必要だ。素晴らしいぞ。死をも恐れぬ最強軍団だ。見ているがいい。あと数年の後に私は国を切り取りにかかるぞ。いや、そんなことはどうでもいい。単刀直入に言う。賢者の石をよこしな。そうすれば町の人間にゃあんたのペテンは黙っといてやるよ。この私に交換条件とは。貴様のようなよそ者の話など信者どもが信じるものか。奴らはこの私に心酔しておる。忠実なしもべだ。確かに信者は俺の言葉には耳も貸さないだろう。けど彼女の言葉にはどうだろうね。ローゼ、一体何がどういう。教師様、今おっしゃったことは本当ですか。私たちを騙していらっしゃったのですか。奇跡の技は、神の力は私の願いを叶えてはくれないのですか。あの人を蘇らせてはくれないのですか。確かに神の代理人というのは嘘だ。だがな、この石があれば生体の錬成も、お前の恋人を蘇らせることも可能かもしれんぞ。ロゼ、聞いちゃダメだ。ロゼ、いい子だからこちらにおいで。行ったら戻れなくなるぞ。お前の願いを叶えられるのは私だけだ。そうだろう。最愛の恋人を思い出せ。さあ。二人ともごめんなさい。それでも私にはこれしか、これにすがるしかないのよ。いい子だ、本当に。さて、我が教団の将来を脅かす異教徒は速やかに粛清するとしよう。この賢者の石というのは全く大した代物でな、こういうものも作れるのだよ。キメラを見るのは初めてかね。ん？
どうしたの、小野郎。しっかり味わえよ。モゼ、よく見ておけ。これが人体錬成を、神様とやらの領域を犯したトガ人の姿だ。鋼の技師オートメイル。ああ、そうか、鋼の錬金術師。降りてこいよ、ドサン流。格の違いってやつを見せてやる。なぜこんなガキが鋼なんぞといういかつい称号を掲げているのか不思議でならなかったが、そういうわけか。ロゼ、この者たちはな、錬金術師の間では暗黙のうちに禁じられている人体錬成を、最大の禁忌を犯しおったのよ。キメロ、嫌な趣味してるな。行くよ。はい。ここは俺のスキルに任せろ。そうだな、これを使えば人体錬成も成功するかもな。勘違いすんなよ、ハゲ。石が欲しいのは元の体に戻るためだ。もっとも元に戻れるかもだけどな。教師さん、もう一度言う。痛い目見ないうちに石を僕たちに渡してほしい。神に近づきすぎ地に落とされた愚か者どもめ。ならばこの私が今度こそしっかりと神のもとへ送り届けてやろう。わあ、アル、一旦出るぞ。出口はこっちで操作せねば開かぬようになっておる。ああ、そうかい。バカだ。出口がなけりゃ作るまでよ。